もう満体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 はぁ、どうもプロスピナンバーワン芸人のアーナータカヤです。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。さあ今日はもう気合が入ってるんよ。間違いないんよ。この選手は使うんよ。火の玉藤川くんでございます。火の玉藤川くんでございます。ありがとうございます。まあね、989ということで、ね、もうこれは間違いなく A ランクがいればもう称号チャレンジレース乗せたいよねって。でこの火の玉ストレートがマジでもう打てねえよ。これ僕も全く出ないです。本当にめちゃめちゃ強い。でスプリット2種もめちゃめちゃ強いですよ。うん、でツーシームも持ってる。この、まあ、火の玉、ツーシーム、スプリット2種、まあ、この4球種で抑えられますと。カーブはもうほぼ使わないです、はい、で中継ぎ抑えができますよですね。で伸び、ね、これがやっぱね一番重要かな、うん、絶対にここはレベル5にしときたい。で存在感もねやっぱりレベル5にはしときたいね。うん、まあ脱三振はそんなに、うん、あれかなっていう感じですけど、まあね、こうやって見るとやっぱ藤川球児さんってめちゃめちゃすごい投手なんで、まあ、火の玉ストレートが実装されたのもまあ問題ないよねっていう、うん、そりゃそうだわっていう、そのぐらい打てなかった投手だもんということで、今日ね、ランク戦試合、ルーム戦試合やっていきたいと思います。ザヘザヘ、うん、最後までご覧ください。よろしくお願いします。それではいきましょう。高校がいいんだ、絶対に高校にしてくれ、頼む、高校がいい、高校がいい、頼むから高校にしてくれ、先行。さあ、やっていきましょう。先行です。うん、間違いない先行なんだよね。でお相手のこの伊藤投手、これ E-FAS 伊藤かな、ちょっとそこ確認。あ、これ E-FAS 伊藤っすね。ってことはスピリーグの練習にも何がされます。あーりちゃいます。それね、ちょっとレベリング低くない、大丈夫、特訓1帰れ、よいしょね、ほんとにやりかんのか、レベル特訓上げなさい、絶対に集中。最後、まあまあまあ賞味ね、もうなんか話しながらやっぱりやっていきたいなと思う。それが醍醐味なんよ、うん、まずさね、昨日多分、まあ、これねちょっと土曜日に撮影してるんでまだ OHK 杯の抽選会やってないんですけども、もう決まってるよね対戦相手。ああ楽しみですね。どうなってんだろうか。でももうほんと1ヶ月2週の楽しみないんよこれ、間違いないんよって感じでね。だからさ、まあ、こうやってね今回結構ね参加される方も初出場の方多くて、なんかこうまた OHK 杯が新たに、うん、なんかちょっと一つ成長できるかなっていう感じがするんですよね、本当に参加されしてくれる方本当にありがとうございます、うん、なんか嬉しいよねそうやって参加してくれるとさ、うん、楽しみましょうやみんな、うん、はい、ありがとうございます。嫉妬なんて逃すか、嫉妬する方が悪いんじゃ。 E-FAS 嫉妬後 E-FAS はちょっとすごい度胸ある人だね。嫉妬後 E-FAS はかなり度胸ある。で筒香さんがさ夏のヒーロー出てさ、まあ、みんな撮ってるけどさ、ほんとね筒香さんはガチで打ちやすいと言いながらライトぐらい。さあ来ました、火の玉藤川登場でございます。いい中央対藤川球種、ちょっとここねテキサスにしよう。まずここの火の玉、これ手出ちゃうのよね、もう打たないとってなっちゃうから、こういう風にね外すこのストレートがめっちゃ強いんですよ。マジ手です。まあまあでも2回目引っかからないからじゃないよね。なるほど、そうですね。で1球ツーシーム、ありがとうございます。さあイエーイ、最高だ。最近さ、その僕ね、このこれ知ってる、ドリフターズってこれ知ってます、本これ最近出たんですけど、これねまだ読めてないんですけど、これめちゃめちゃ面白いから、ほんとね、ぜひ7巻しかまだ出てないんで買ってみてほしい。これが3球目、す
すごい面白いです、このドリフターズっていう漫画。まあ知ってる人は知ってるかな。まあ内容は、なんだっけ、島津、なんだっけ、豊久だっけな、島津。忘れた、ちょっと後で見とくわ。島津のやつが、島津豊久かな、が主人公なんですけど、まあ異世界転生もんなんですよね。で、織田信長とかが出てくるんですけど、めちゃめちゃね、そのなんか面白いですよ。過去の偉人の、例えば、明智光秀でも相手敵として出てきたりとか、めちゃめちゃね、面白いですよ。ぜひね、読んでいきたいですね。まあちょっと、これね、3年、なんだ、新刊がなかなか出ない漫画で有名なんで、まあちょっとそこは、ご了承ください。これ4年ぶり出たのかな、何年ぶり出たのかな。あんまり進まないで有名。あ、セカンド、セカンド誰、辻さん。さあ、火の玉には、まあ1点あれば十分ですと。あ、へえ、長打警戒ちゃうよ。あのね、火の玉の時は長打警戒やらなくていいっす。オッケー、いいところへ決めてきます。で、ツーシームですね。これね、1球、ちょっと待ってね、1球、ここのボール球見せたところですよ、ここ高めの。あ、入っちゃってる、あかんよ、それ。危ない、入っちゃった。で、ここのスプリット、これがめちゃ強いんよ。これがやりたかったです。はい、いや、でも国防さんに今危なかったよ、マジで。集中していこうぜ。で、一回こっからグーンと入ってくる。うわー、え、センター。まあ、今のはしゃあないな、嫉妬やな。さあ、じゃあテキサスでいいかな。まあ、ツーシームを放っといて、で、小さい方のスプリット。オゲイ、これはちょっと、ちょっと一球、ここの高めの引き球。オゲイ、で、ツーシームで翻弄すると。いや、で、これね、本当に見せたかった、最後に見せたかったんだけど、ここの引き球がめっちゃ強いです。マジ強いな。ここね、打てないですよ、ほんと。これは俺もやられてめっちゃ嫌だった。吉弘丸、打ちやすいよな。でも多分この日の球に引っかかると思う。多分この日の球に引っかかる。根気強く。オッケー。そうや。シューゴー。まずはここのツーシーム空いてます。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。そして中の火の玉、ちょっともうきついよ、火の玉が。そして低め、オッケー。ここのツーシームかな、やっぱりここかな。スプリットで決める。はい、やるぞー。まあここ強いですよ。ちょっとルーム行きましょうか。さあ、ルームですやっていきましょう。まあね、相手の方名人ということで、もう相手に遜色なしと、間違いないですね。まあこの藤川さん打てるんかいという話でございます。この藤川さん打てたら大したもんですよ。最後、まずは松坂さんを、先発させると。センター、はい、まあ、OKOKOK。 さあ、藤川さん出しましょう。さあ、来ました藤川さん、ここで登場でございます。いや、めっちゃ能力削るね、いいね。ここはまあパリケやな。まあ、日の玉張ってると思うんで、パリケで、もう一球、日の玉でいこう。パリケではめる。あー、OK、まあ、ナイス。いや、マジ打てないよな、これ。俺もマジ打てないから、この日の球。本当にさっきのランク戦もそうだけどさ、マジ打ちにくいよこれ。で、さっきランク戦でもやったこの配球スプリット、これがね、手出ないですね、やっぱね。で、ツーシーム、で、もう一球ツーシームを攻めていくと。これ多分振ってくるんじゃないかな。ライト、オッケー、ナイス。
いいねー。さあここねちょっと広角出てるんで、叩き込め、スプリットに見せた火の玉。まあもう一丁いっていいかな、多分もう一丁いっていい感じがする。うわっ、まさか火の玉が失点する。ライト、いやーちょっとあれミスなんかな。さあこれからイーグルスが、まあしゃあないですね。まあバッティングはカットでまたピッチングやります。ちょっと1点しか取れなかったんで、ここはもう本当に抑えなければいけないよ。ちょっと1球ここのスプリットどう、小さめの、そこ小さいんかいっていうね。さっきから大きいの見せてるから、そこ小さいぐらいで、ね、で、さっきもやった火の玉、はい、ありがとうございます。まあ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 、これはね、いやでもあの浅村さんへの一球は、あれは多分失投だったんでしょうね、ここのね、火の玉、うん、OK、でもそこをまた攻め続けるというのがオップの配球、もうそこに来ないだろうと思わせての配球なんですよね。ストレートわずかに外れてボール。オッケー。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。まあ、これめっちゃ能力削ってないマジで。さあ、アマツ。藤川球児のアマツ。さあ、ここをちょっと最後はもうオンエアしよう。もう意地の裏の攻撃を見せるよ。まあ当然そうですよね。塁に出ないと。豪快なスイング打ちました。打った。ために早めに走った方がいいというのはありますけど、うわー